宝禅寺は、大阪府大阪市中央区南場にある浄土宗の寺院。三号は、天竜山。本尊は、阿弥陀如来。全身が苔むした姿の水がかり不動が有名である。千日念仏を行ったことから俗に千日寺と呼ばれ、千日前の地名は、当時の門前に由来する。水がかり不動を訪れる人が絶えない。 宝禅寺横丁宝禅寺横丁山城国寺郡北山村に古都雲城人が解散として宝禅寺を建立する。寛永十四年、コンピラ天皇昆殿の古事により中保まで千年商人が現在地に移転する。他説では同年に現在の大阪市天皇塾上本町八丁目より現在地に移り、寛永十一年から千日年仏栄光が始まったという。 文政2年に消失するが、住高が再建する。火影5年、再び消失する。しかし、安政2年に見、誉れが再建した。1945年3月13日14日の第1回大阪大空襲で、水がかり不動明王を残し、すべて消失する。1955年頃、同じ浄土宗の寺院であり、 大阪新四十八願章阿弥陀巡礼第三十七番、札書である長円寺と縁を結ぶ。1960年頃、コンピラ堂や栗などは再建できたが、本堂は再建できていなかった。そこで、宝禅寺は、長窓家寺を宝禅寺別院とし、そこに、本尊の阿弥陀如来を移して、宝禅寺本堂を建立する。当寺院の北側にある、細い通り、 元は境内だったことから、宝禅寺裏、宝禅寺路地などと呼ばれていた。昭和初期に、小説、夫婦全在や、宝禅寺横丁に登場して、有名になり、横丁の名が定着した。2002年9月9日、隣接する、宮中座の解体工事中のガス爆発事故により19店舗が、消失。法規制により、現状への再建が危ぶまれたが、 2004年3月にかけて順次営業再開することができた。ありがとうございます。